まあいい選手です。もうチームには慣れた感じですか、2人とも。ぼちぼちです。ぼちぼちです。課題としてはですか、チームに慣れる課題。積極性ですかね。みんな仲いいと思いますし、本当のところしっかりしてると思うんで、まあ、いろいろな話、サッカーのことだったりサッカーじゃないことだったり、何でも話していければと思います。西田さんのサッカーに関してはどうですか、手応えは。まあ、キャンプ始まってから1週間ぐらい経ちますけど、1日1日積み重ねていけてる部分あると思うんで、これを継続してやっていきたいと思います。その場で、はい、あ、今ここ言われてるなって思う時もあれば、はい、まあいろいろあります。はい、体の方はきついです。お疲れ様でした。